マークナイン戦車とは第一次世界大戦時のイギリスの装甲戦闘車両である。本車は世界で最初に装甲兵員輸送車として特化されていた。戦車を初めて実戦に投入してみると不評部隊がしばしば戦車に追従できないことが分かってきた。これは不評が遅すぎたことが原因ではなかった。戦車はもともと徒歩の兵士を機関銃から守るために、 開発されたにもかかわらず、実際には、不評は、機関銃の射撃から10分に守られていなかった。そのため、せっかく多大な犠牲を払って、陣地を得ても、そこを維持するだけに足る不評を書いているために、すぐに陣地を奪い返されることが多かった。この問題は、数名の不評を、各戦車に乗せることで解決できるのではないかと、考えられた。しかし、戦車内部の空気は、 非常に劣悪であり、兵員は気分が悪くなったり気絶したりした。戦車内部の不快な周期から回復するには、新鮮な空気に再び触れてから約1時間ほどかかり、その間戦力にはならなかった。その上兵員は、ひどい頭痛に苦しむのだった。1917年夏、GR ラッカム中尉は、兵員輸送に特化した走行車両を設計するよう命令を受けた。 その頃もう一種類別の輸送用戦車であるガンキャリアーマーク I も開発中だった。ラッカム中尉はランドシップ委員会のユースタステニスンダインコート委員長と協力した。設計は本社にスポンソンを装着しマーク V 戦車よりも近代的な戦車へと回収するという要求により難航した。これはマーク8戦車の設計に失敗したことが明らかと。 なった場合に備えての装置だった。また本社の形式は未だに戦車として指定されており、マーク9はマーク8を継ぐものだった。しかしこうした要求条件は複雑すぎるためにすぐ取り下げられた。1917年9月、入ッするアポンタインにあったアームストロングホイットワース社では2両の試作車両の製造を始めた。これは純然たる。 輸送車両のマーク9となるもので補給車両としても運用される予定だった。試作車両は翌年に承認を受けた。この時点で代替となり得たマーク V 戦車の車体延長型が兵員輸送には不適当であることが明白となっていた。200両のマーク9がゲインズバラのトラクター製造車であるマーシャルサンズに発注されたものの対戦の終結までに3両のみが完成した。 総計34両が最終的に生産中だった。この戦車のため、フランスの戦車作業所では、特別設計されたソリが開発されており、10トンの物資を追加牽引できるものが試験されていた。マーク9戦車の内部配置図。完全に新設計する時間がないため、マーク9はマーク V を基礎として9.73メートルまで車体を延長している。 150馬力のリカードエンジンは前方へ移された。またギアボックスは後部へ、サスペンションの桁は完全に省略された。こうして、長さ4メートル、幅2.45メートルの内部空間を作り、平員30名用の十分な大きな部屋、または10トンを収容する貨物室となった。車体を十分強固にするため、床は大きな横桁によって補強された。 登場した兵士たちは天井に配されたギア操作用のロッド類や中央部を通るドライブシャフトを避けなければならなかった。兵員のための席は用意されていなかった。車両本来の要因は左方に座る操縦手、右方に座る社長、機関員、後部ハッチの機銃を操作する機銃手で構成される。イギリス製の戦車としては初めてフランスの 交通状況に情報している。二丁目の機銃は、車体正面に装備された。装甲兵員輸送車として設計された、この形式は、不評戦闘車としての要素も持っており、車体の両側面に沿って8個ずつの銃眼が設けられ、兵員はここから小銃を突き出して射撃できた。計16個の銃眼のうち4個は、兵員が乗降するための卵型のドアに、設けられていた。 このドアは両側面に2個ずつ設けられていた。10mm 厚の薄い走行を用いたにもかかわらず、運用時の重量は27トンであり、速度はわずかに時速 6.9km であった。またこの戦車は、車長用に走行化された監視用ターレットの後方、その屋上に設けられたトレイで補給物資を輸送できた。車両の最後部は2 6 4メートルとなっている。 さらに3機の大型ソリを牽引できた。ラッカムは大型の消音機と共に換気用のファンを屋上に設けることで内部状況の改善を試みた。しかし未だに隔離された機関区画がなく、この計画では戦える状態の不評分体を輸送する車両という目標を達成し得たかは疑わしい。またマークには非常に限られた航続能力という問題が存在した。 戦車博物館のマークナイン戦車マークナインは戦後も数年間使用された。この車両の現存写真では IC が車体に塗装された車両があり、おそらく不評輸送車両として用いられていたことを示している。この形式の車両は前面の低い装儀部分のシルエットが与える豚の鼻に似た見た目からザピックと命名されており、基本的に2種類の回収車両が用いられた。 最初に作られた3両は走行化された救急車として使われ、また他の車両はドリスヒル試験基地の要因によって水陸療養車に改造された。もともと大柄な車両であり、おそらくはそれもマーグナインが水陸療養戦車の回収元として選定された理由の一つではあるが、その排水量は前面と両側面にドラム缶を装着することで増加された。 長い木製の板が、軌道に取り付けられた。立体面に対して、板の片側のみを取り付け、水中で垂直に立つ、よう稼働する。こうした板が、軌道のカーブした部分に至ると、これらは突き出され、パドルとして働いた。1918年11月11日、休戦の日、ブレントレザボアニテウキ光戦車の写真が撮影された。一説ではこの車両に、 ザダックの名が付けられたとされるが、正確さに関して疑いがある。写真では大きな長方形の上部構造物が操縦室周辺に設けられたことが示され、またこの構造物から髪型へと突き出したパイプはビルジポンプの放出口に似ている。この車両は海軍の人員によって操作されるものだった。ボービントン戦車博物館には最後に残されたマーク9が現存する。 ありがとうございます。